中国・北京の大興野生動物園には、観光客の写真撮影のためのクジャクが1羽います。動物園側によると、このクジャクは良好な訓練を経ていて、羽を広げてほしいときには、自ら広げてくれるので、写真を撮るときには20元を徴収するそうです。しかし不思議なことに、このクジャクは頭部と羽以外は全く動かず、しかも片足でずっと同じ場所に立っているのです。そこで観光客が疑問を投げかけました。もし本物のクジャクであれば、動物園は動物虐待だ。もし偽物であれば、動物園は腹黒ではないか。最終的に動物園側は、クジャクが偽物であることを認めました。動物園側によると、リモコンでコントロールできる偽のクジャクを製作し、クジャクの背後で操作を行っていたそうです。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险势力，哪一家吗？